皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、ユカリンはいないんですけど、ちょっとね、どうしてもユカリンがやりたかったって言ってね、あの固定があるんですよ。固定というか、はい、あの今回ハンデキャップ関係ないんですけど、ダブルシャークいきます。ダブルアビシャークで、あのハンデキャップが関係あった方がもちろんね強いじゃないですか。でも今回ハンデキャップ中ではあるけど、ハンデ関係ないシャークで、これね多分ね、枚数積めば積むほど多分やばいんですよ。もうシャークだらけになって火力やばくて大型とかも終わるみたいな印象。まあ、ただ倒しづらいなって思うのは、まあ、トロールとか、まあ、今回のトロールやばそうっすよね。あ、対空ね、どうしよう。ナイスチリフォア。うわ、ゴブ強っ。ニジゴブ強っ。はい、ただシャーク頑張ってますね、だいぶ。うおぉ、そのとこまで行くの。シャーク偉っ、シャーク偉っ。めっちゃ頑張るじゃん。ドラドラ了解。はいはいはい、倒してもらって、ヘドラいっちゃうかも。これヘドラいてさ、もうシャーク重ねてさ、もうさ、もう全部破壊しちゃおうよ。シャーク掴まれたんだけど、俺の大事なシャーク倒したけどさ、掴まれたシャークが。マジかよ、それはあかんて。あの、再生してる。えらい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 。うん。OK? さてさて行きましょう、ここのまま。シャークまだもう一本残ってるからね。あ、これヒュートラ死んじゃうかな。でもこれで首飛ぶから。さあ、ラストの首飛ばしてもらって、いいんじゃない?で、ちょっと苦手なキャラ来ちゃったけど、取っていく。これもでかいね。さあ、ユカリンブラドラ。ユカリンのシャーク出てきたのかな。全然分かってないんだよね。出てきてる?ユカリンシャーク。カメも最前線置いちゃおう。で、シャークも合わせちゃおう。相手がここが来たらね、シャークのドンで終わりよ。さあ、マミー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 。マミー。あ、終わったわ。あれ、ユカリンシャークいた?装備が同じだから気づいてないだけ?いたか?多分。はい、やっていきましょうか。いや、シャーク面白いね。ただね、あの数が多すぎてユカリンがシャークを出したかどうかもわからないし、なんならハンデキャップだからユカリンがちゃんとシャークを固定してるかどうかわからない。シャークでやろうよっていう話をしてこのね撮影を始めてるわけなんですけど、実際にシャークを固定してるかどうかがわからない。まあ多分知ってるでしょう。で、シャークホックスでホックスの変化先が弱くないキャラしか選出してません。で、あのデッキで出してません。ホックスの変化先が弱いキャラはもう全部補欠にしてます。育ってようが全部関係なく、シャークホックスのためだけに。まあ8ホックスは普通に使えるかなと思います。こういうね、最初の騎馬兵とかもね、8邪魔できたらいいけどね。まあこれはもしかしたら騎馬兵出てくるってことはあれだけどね、お相手あれな感じがあるけどね。あー、リーダーだね。ハンデキャップ騎馬兵だね。フェイハラ後ろ行っちゃおうか。いつも行っちゃうか。あ、シャーク出てきたね。よいしょ。取り取られな、まずいよ、ゆかりさん。そんなにコストはない。いや、それはまずいじゃん。しかも、その、またんごやばい。あ、OK、OK、OK。こう引っ張ってもらって。しかも、あの、シャークってまたんごマジで無理なんで、狩られちゃうんですよね、これ。あ、回復エロすぎ、やばー。あ、回復エロすぎ。うわ、ユカリンハーピーがマジでガチ偉い。神ハーピーやってる。ユカリン多分裏、これブラドラっすね多分。てか間違いなくコストがねえわ。 OK、 これ大丈夫かな、橋の前。大丈夫か、ギリギリ大丈夫。コストがない。できればね、常に6コスト上げたい。シャークを合わせるために。取りでも欲しい。剣士1体しか、お、取っていく、素晴らしい。これ守れちゃった。プリンセスやばくねえし、HP はやばくねえ。プリンセスなんか やばくなってるよね、これね。シャーク1本合わせて OK。 ホックスだから、こもし万が一流されちゃったとしてもなんとかなる。これ相手の足場の無双がやばいんだけど、リーダ
いや違うよな、たまたまだよな。でブラドラが前に進んでいる、フォアマが天才的に横に来るけど、ブラドラも触る、ダメージ入ってる、全然見てなかった。騎馬兵、俺多分ユカリが多分俺が見てくれるでしょうって思われてるっぽいな、あれ任されたっぽいな今の騎馬兵。無双が入らなければ大丈夫、まあ、キャラいっぱい流しとけば多分大丈夫だと思うけどな。あ、入ったね、ダメージ。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、問題なし。わあ、なんか偉いね、最後まで使ってないけど全部シャークホークスになるわ。というわけで完全勝利。あそこから勝つんだ。あ、ゆかに来た。あのね、うん、後ろちゃんと剣士置いたの。うん、でも、うん、シャークとクルフラで見えなくてずれてた。あ、そうか。元気いっぱいになった。置いたのちゃんと。置いたの、うん、うん、ずれちゃった、ずれちゃったの。はい、じゃあね、続いて3戦目やっていきましょう。なんかゆかりんがね、あのいるのかいないのかよくわかんない。いて、いて、実家から帰ってきた。ゆかりん実家から帰ってきたらしいです。徒歩30秒です。30秒かかるかな、かかんないと思う。ガチで多分リアルな数字で15秒とかじゃない、うん、敷地の影だけなら5秒。そうね。さて、お、ガッツホックスになった。1戦目ユカリンがシャーク出していくのかさ、装備が同じだから分かんなくてさ、あれユカリンシャーク出してるかなとか、俺シャークホックスいっぱい出してるしなと思ったけど、ちゃんと出したわ。ワイバに捕まれたでしょ。そう、捕まれた。撃つよこれ。とりあえず、とりあえずシャーク1本出しとけ感あるよね。分かる。ナイスそれ。ほらほら、次大型は何かね。コアドラです。じゃあドラドラ行っちゃうからね。オッケー。チビドラは痛い。チビドラガチで痛いで、でも倒したわここは。あ、これ絶対裏トロールじゃん。手こかれたわ。ね、うわー強。それ見れない？見れる？あ、任していいかそれ。コアドラ行くわもう。これ。ん？コアドラ行くよ。いや、触られてたから。うん、これね、あれガッツボックスなんですよ。全部ガッツボックスになっちゃった。シャークいいのに。いやもうさ、閉じ込められたくないじゃん。うん、そこでいけんの、だるいじゃんそれ。どうしようかこれ。これもないな。でもなんか倒せそうだねこれ。強っ。マジで言ってんのこれ。運んだわ。ゆか取れてみててくんない？一緒にいるよ。呪い強すぎ。持ち上げてくれたらな。スキル打ってみて。虹バーサーカーがさ6割削られかんねん、スキル1回で。マジ強いね。ガッツ死んだわ。こっからだから、フランケンの仕事は。確かにまだ1本あるからな。俺だってユースケ3体いる、足はいない。あ、ドン。実際にフランケン重いんじゃない？多分重いと思う。ちょっとコスト溜めてフランケン。バサカ？よかったね。多分バサカしか残ってないかなと思って。シャークも前から見える。本当に？俺まだユースケ1体しか残ってない。シャーク出した。いやこれいけるかな、これ微妙だよね。フランケンになったんだけど、あのね、思った以上に相手のキャラ数が多いんだよね。で、うん、呪いが強すぎる。多分これ両方とも裏マミーじゃない？うん、そうだと思うね。やっぱマミー強いよ。一人はトロールでしょ、もう一人なんだろう、ブラドラじゃない？ああ、なるほどね。よしやっていこう。なんかユカリンが歌ってるけど、やってきます。なんか歌詞間違えてるかもしれないけど、やってきます。あー、ドラゴンライダーだな。あれ、マスマリペアじゃん。久々に見た。久々に見たね。
マスコットさん最近三国志無双に、無双だっけ、あれに曰くちゃだからな。三国志、三国志無双じゃないか、三国志なんとかに、三国志大戦だっけ、わかんないけど、わかんない、タイトルが知らない。まさかが天才だったら神、とりあえず。と、そう、多分やば、亀触れないんだけど俺。でもあれ亀さ、アビじゃないね、あの感じ、うん、触った一体。あーマミーだろうな、どうせ、うん、どうせマミーよ、これは無理っすね、俺。後ろ見て、アリンコ、アリンコ見れるキャラ、シャーコクはこれしかいない。あー、デスだろうな、出てくるってことは。え、ブラブラそっち行くんだ。ね、とりあえず倒してもろって、でデスでミニデス化するじゃん。いや、これしょうがないじゃん、ブラドラいじめられてんな。てかこれアリンコ見てほしい、リリス置くから。リリス置かなきゃいけない、これだけど火力やばくない、一発の。おかしいじゃん、なんか大事ぐらい火力してるけど、やば、デスの火力バグってるよ。あとレドガだね、裏完全に。まだな、このマミーとかいうキャラ、マミー最強だよ。いや、ガチで最強、危ねえ。ただシャークホックスもなんか地味に頑張ったように見えるんだけど、気のせいかなこれ。ただ相手のキャラがまだまだ多くてさ、チビフルその位置マジでやばいな。どうしようかなこれ。しかも右なんだよ、右チビフルなんて言うんだね。ユケイト頑張ってほしい、それ。あー、当たってないか、惜しいな。ミスっちゃった。あー、ミスっちゃったね。あー、かぶっちゃった、かぶっちゃったね。取っちゃう、取ったね。打ち越しもない、打ち越しもない、いやー、あー、間に合ったー、けど間に合わない。ファンジャンも止められる、ドラゴンライダーが地面に頑張ってる気がする。いやっほー、いやっほー、いやっほー、いやめちー、危ねー、やめちー、危ねーよー危な、もうワードとクレフラでぶち殺されてる、ブラドラ。シャークオークスすげー頑張った気がする。やばな、頑張ったね、頑張った。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。シャークいっぱいですね。いや、なんかめちゃめちゃ苦しい展開、大型ボコボコ負け状態でも何とかしてくれるシャークでした。とで突如ね、なんか帰ってきて撮影に参加してゆかりもいます。というわけでゆかり、最後に何か一言お願いします。デスが楽しそう。あ、デス楽しい、アビさん持ってるっけ、知らん究極だけどアビさん持ってなかったじゃなかったっけ、見てみて。知らないんだよね、もう最近さ覚えてない。あ、ビニだ、アビさんね、今マジで強いと思うよ。あ、でもハンデキャップ終わったら別にどうなんだろうって感じだけどまあでも強いとは思う。30分のために作ろうかなはい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました、よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。バイ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 、お疲れ様です。